ソンポジャパン横浜馬車道ビルは神奈川県横浜市中区弁店通りの馬車道沿いに所在するオフィスビルである。川崎銀行の本店、支店の建築を数多く手掛けた矢部又吉の設計により、1922年に川崎銀行横浜支店として建設された。矢部は本建物の北隣の横浜商品銀行本店を設計した。 妻木より中に支持していた。1985年春に建て替えの話が持ち上がったが、所有者の判断により解体は免れ、1989年春にファサード保存として建物の一部が残される形で改築が完光した。1988年度には横浜市認定歴史的建造物の第一号として認定された。 所有者変更や損害保険業界再編等の理由により建物名称は複数回変更されている。旧建物はネオルネッサンス建築で白い石造りの建物であった。1階にはイタリアによく見られるルスティカ済みと呼ばれる荒さを持たせた仕上げとなっている。改築にあたり、抹車道に面する側の前面と弁天通り側の一部に 旧建物の外壁が使われた。1階の一部を公開空地とすることにより、溶石率の緩和を受け、従来より高い建物が可能となった。増築部分は晴れた空をイメージした青いミラーガラスが使用されている。1990年には日本建設業連合会主催の第31回 b c s 賞を受賞した。テナントには損害保険ジャパンの代理店のほか 地下には、バー、一部がドーム状となった最上階には、ステーキハウスが営業している。ありがとうございます。